こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、計画の立て方、3つの着眼点ということでお伝えします。この動画見る前に、前回の動画、計画を立てる3つの理由っていう動画があるんですね。これでは、計画を、立てないとなかなか合格するのは難しいんだよ。計画を立てるメリットってこういうものがあるんだよっていうのをお伝えしてるんですね。で、その計画の重要性っていうものを分かっていただかないと、おそらく計画って立てないと思うんですよ。なんで、もし見ていなかったら先にそちらの動画、ぜひ見てください。で、あ、計画って重要なんだ、立てなきゃいけないなって分かっていただいたら、じゃあ実践ですよね。じゃあどうやって立てていくのかっていうところをお話しさせていただきます。で、立てる上での着眼点が3つあります。で、今回1、2、3書いてあるんですけども、1、2をもうまとめてお話しさせていただきます。多くの方が、今日というか、まあ1日あたりですね、1日あたり、まあ勉強できるのは、1時間かなとか、30分かなとか、そうすると大体5問ぐらいできるかな、10問できるかなっていうふうに考えるんですね。じゃあ10問できるから、じゃあ、10問やっていこうかっていうふうに、この勉強時間から、計画を立てていくって方がいるんですね。このやり方、いわゆる積み上げ式で考えるっていう、積み上げ式の考え方なんですけども、この考え方やっちゃうと、実際試験日までに間に合わない可能性があるんですね。なんで、あまりおすすめはしてないです。もし1日5問しかできないって考えて、じゃあ5問毎日コツコツやりましたってなると、5問だと1ヶ月あたり150問ですね。150問、半年で。半年だと、あ、10ヶ月って考えたら、これで150まで1500ですよね。1500問できるわけです。実際これだと間に合わないんですね。もし1月1日から考えましたと言った時に、10ヶ月だったら1月1日から考えると、10月だったらもう試験ですよね。試験までに1500問やるっていう話になるわけですよ。1500問を1回しかやっていないってなったら、この時点で実はもう合格って無理なんですね。つまり積み上げ式で考えると、もしかしたら間に合わない可能性があるっていうリスクがあるわけです。だから積み上げ式では考えないで逆算で考えてくださいっていうことなんです。逆算で考えるってどういうことかっていうと、合格するためにはこれぐらい勉強しておかないといけないなっていう、勉強、合格するための勉強量を先に考えて、そこからじゃあ1ヶ月あたりこれぐらい勉強しなきゃいけないな、1ヶ月あたりこれぐらい勉強しなきゃいけないってことは、じゃあ1週間だったらこれぐらいやんないといけないな、1週間これぐらいやんないといけないなら、じゃあ1日あたりこれぐらいやんないといけないなっていうふうに、合格するための勉強量から逆算をして、今日やるべき勉強量っていうのを考えていく。これが逆算の考えで、今回お伝えするのもこの逆算の考えでお伝えしていきます。で、今ちょっとちらっとお話しさせていただいたように、一回勉強しただけでは絶対頭に入んないですね。例えばある問題がありました、過去問集のある、一問ありました、それを一回勉強しました、それで頭に入りますか？頭に入るわけないんですよ。私も無理ですし、おそらくほとんどの、方が無理です。まあ、特殊能力を持った方だったらちょっと別なんですけども、すごく暗記力があって、もう一回パッと覚えたら覚えちゃうという方、実際まあいるかもしれないんですけども、まあそれはちょっと例外として外して、普通の方だったら無理ですね。東大生であろうが京大生であろうが、一回やって頭に入るわけはないんで、あの人たちもちゃんと勉強はしてるんです。何回も復習はしてるんですね。まあ、ある方は7回復習するっていうぐらいですよ、東大生と京大生で。だから一回で勉強するよう、一回で勉強するっていうような、そういった計画は絶対立てないでください。何回か復習するっていう計画を立てなきゃいけないよっていう話です。で、今回は、まあ、一応2回、ちょっと少ないかなって思うんですけど、まあまあまあ、2回の、2回復習するっていうような形で計画を立てさせていただきます。で、今言った逆算の考えなんで、じゃあ合格までにどれくらい勉強しておかなきゃいけないのかっていうのをまずお話しさせていただきます。まあ、最低でも過去問10年分まるまるやっていただきたいなっていうのがあります。で、10年分っていうと1年あたり、まあ、50問あるわけですね。そうすると10年分だと500問あるわけです。これを試験日までに、まあ、2回繰り返すと、まあ、いうことですね。で、まあ今日が1月1日だったと仮定します。今この動画をご覧いただいているのが4月1日だったら4月1日と考えてください。
2月1日だったら2月1日、まあその日ですよね、この動画を見てる人考えて、8月から、まあこれ9月末、ちょっとね、10月も一応余裕ありますよね、試験日まで。まあ大体2、3週間こうあるわけですけれども、ちょっとそこ置いときます。そこはもう予備日としてちょっと取っておきましょう。9月末までの計画を立てようと思うんですけれども、8月と9月っていうのは、これ予想模試をやっていただきたいんですね。だからちょっとここも置いときますと。そうすると、7月末までに、この過去問10年分を2回繰り返す。この計画をちょっと立てます。もし3回やろうと思うなら3回、3回でこれ割ったらいいわけですね。まあ、今1月1日で考えているので、1月1日から、7月末まで考えると、大体じゃないや。7ヶ月あるんですね。それを2で割ったら1ヶ月半ですよ。あ、すいません。3ヶ月半。7ヶ月を、2で割る。2つに分けると、3ヶ月半、3ヶ月半ですね。1月1日からだったら、3月の中旬に一通り終わるんだ。過去問10年分が一通り終わるんだっていう計画を今から立てていきます。その3ヶ月半っていうのは、じゃあ何日あるのかっていうと、90プラス15で、3ヶ月なんで90日ですね。まあ大体ですよ、大体。で、半月って言ったら15なんで、まあ、105日あるんだと。じゃあ105日って何週間あるのかなっていうと、これ7で割ったらいいですね。これ7で割ります。まあ1週間あたり7日なんで7で割って15週割ります。そうすると、1週間あたりどれくらい勉強しなきゃいけないのかっていうと、15週間で500問やるんだから、この500を15で割ったらいいですね。まあ34問。つまり1週間で34問やりたい。じゃあ、1日あたりどれくらいやらなきゃいけないのか。まあ、これを7で割ったらいいんですけれども、まあ、7×5=35なんで、まあ、だいたい5問ぐらいかな、というとこですね。なんで、1日5問やればいいんだ。でも、この5問って、ちょっと気をつけていただきたいんですけども、1問あたり、先ほどちょっとちらっと言ったかもしれないですけども、1問あたり4選択肢あるんですね。そうすると、これ4、1問1答で考えたら、20問あるわけですよ。だそこそこ多いですよね。1日20問やんないと2回繰り返すことができないって話なんで、そこそこ多いわけです。じゃあちょっと考えてもらいたいんですけども、今この動画を見てるこの時、あなたはまだ試験日まで時間があるなとかってちょっと余裕がありませんか？心の中でもう今から始めないとまずいんだっていう気持ちっておそらくなかったと思うんですね。まあ私はもう試験日までのその大体スケジュールが分かっているんで、試験が終わった直後からもう早く勉強 しないとまずいのになっていう風に受験生には思うんですね、対して。だから動画でちょっとね、煽る感じになるかもしれないですけど言うんですよ。でも当本人はまだまだ1年あるんだから大丈夫だって気持ちになってるわけですよ。まあここで気持ちの違いがね、生まれてるんですけれども、実際このように計画を立てたら、今1月1日から考えたとしても、しかも2回しかできないんですよ。2回しか復習できないにもかかわらず、1日あたり20問もやらなきゃいけないわけですよ。そうすると時間がないって思いませんか？まあ私も今改めてこう計算して、あ、早くやってもらわないとまずいな、本当に合格したいという気持ちがあるなら、本当に今すぐ計画立てて、本当に今すぐ実行していかないとまずいなっていうふうに私自身も思うわけですね。なんで、もうぜひですね、もうこの動画を見たのであれば、今日計画を立てるぐらいの気持ちで、考えてほしいんですね。で、実際は、Excel を使ったりとか、まあ、スマホとかでも全然構わないです。スマホのスケジュール帳とかってありますね。あ、手帳とかでも全然いいですね。1日あたり20問やらなきゃいけないってなったら、あ、じゃあ、1週間後にはこのぐらいまで進んでいかなきゃいけないな、っていうことで、1週間後には、7かけると、新中止、140問か。140問ぐらいまで言っとかないといけないなとか、いうふうにこう、わかるわけですよね。それを手帳とか何かに、先に記載しておく。そしたら、1週間後経った時に、あ、自分まだこれぐらいまでしかできていないってなったら、ああ、このペースじゃダメだなっていうふうに、またそれで一つ、管理ができるわけですよね。なんで、何かしらのツール、紙でもいいし、スマホでもいいし、手帳でもいいし、何かしらに1週間ごと、これぐらい終わっておかなきゃいけないよ。2週間後にはこれぐらい終わっておかなきゃいけないよっていうのを書いておいた方がいいと思います。で、このね、1日20問って言ったとしても、これは無理だよと。
もうみんなね、忙しい。私自身忙しいんだ。あなた思ってるかもしれないです。でもやんなきゃいけないんですよね。じゃあ、どうやって時間を作んなきゃいけないのかっていうのが次の課題になってくるわけですよ。その次の課題、時間の作り方ですね。これについて次回の動画で、お伝えしたいと思います。まずは計画、立てる重要性っていうのを理解した上で、計画をこうやって立てるんだ。じゃあ今からだったら一日どれくらいやらなきゃいけないのかっていうのを、まず頭に入れていただいて、計画表なりスマホなりに落とし込んで、ください。ゲルトソンでした。失礼します。次回の動画もですね、楽しみにしていてください。失礼いたします。